一応ここは7番ホールで280のパー4です。で今日私ここの青ティーレギュラーティーからやってるんですけど、あそこの白いのがフロントティーで、その前にあるエンジ色がプリンスティー、レディースティーかな、よく言う。で白のフロントティーが、まあ、よく言うシニアティーの扱いで、ここはなんか使ってるそうです。なるほどね。アウトが30、あどっち、インが30、アウトが34ですね。インが36、パー5がないんです。そうですそうです。じゃパー70で構成されてるようです。でも比較的短めなんで、結構女の人とかそれこそ5年配の方とかはすごい回りやすいんじゃないかなと思います。でも飛ぶ人でも結構あの短いクラブのとか、あとは戦略性は結構高いんで、短い分マネジメントの練習とかはすごくなるかなとは思います。飛ぶ人は飛ぶとで、ね、難しい。そうそうそうです、そうです、そうです。やっちゃうけどどうなんだみたいな。あそう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 、自分の心との戦いみたいな。そこの正面のキーまで170だから、まあ高さ的にも超えるかなって気がするんですけど、そのちょっと先に見える木の右側に見えるバンカーまでが250ぐらいで、まあそこの方向を狙っていって振っていきます。わあ、右ラフです。なんか今日は全体的に調子が良くないですね。まあ、見てわかると思うけど、これ全部出る、すごいね。こう攻略とかあるわ。高低差まで出るわ、こっから。すごい、うん、すごいわ。しかもマンでかい。これちょうどポカリの1リッターぐらいのやつ、ほら。イメージ湧きやすい。普通のタブレットよりでかいね、これね。超大きいっすね。超大きいっす。こんな大きいの見たことないわ。私の顔より大きいよ。さあ行きましょう。ゲ打ち上げて75。なんでゲって言ったの？あ、今それちょっと説明しようかなと思って、この木が気になる。この左足上がりなんでボール上がりやすいんですよ。で距離的にもウェッジ使うんで当たりそうっていう感じ。そしてこれは距離取れるか。あ、本当だ、当たるんだよなっていう感じ。なるほどね。だからといってこう砲台でしかもピン手前なんで低い球でいけないなっていうゲ。いやちょっと1番手上げて52でちょっと低めので、グリーンのこの真ん中ピンの方行くとちょうど枝かかっちゃうから、ちょっとちょい右バンカー左端ぐらいだとちょうどこう切れるから、そこにちょっと低めで行こうかなっていう。ただ技ね、うん、やっていこうかな。ただここ芝がちょうどこの穴っぽこに入ってるんで状況としては非常に良くない。でも頑張ろうみたいな。あがちてやっぱそんな真下に。はい、そういうこともあるんです。もうここ60ぐらいなんで普通に打ちます。もう58です。ございます。いや気に合ってたよ。いや、なんかゴルフの内容があれですけど、景色見て癒されよう。もういつも自分の高さが分かってるから、あ、多分これ当たるなみたいな感覚。あ、そうですそうですそうです。でもさっきだとだからさっきも言った左足上がりなんで余計上がるなみたいな、か低い球打ちたくてもちょっと打ちにくい状況ではあった。日頃高さも意識してるって。高さもそうですね。その自分の高さが分かんないじゃん。それはそうですね。だから
たまにね平坦な練習場とか1階とかから打ってあげた方がいいのはありますけどね。やっぱほら2階とか3階とか普通の練習場あるじゃないですか。そういうところで打ってると意外となんか自分の球って低いのかなとか、実際のとこ来た時に練習場のやつよりもやっぱ低く出やすいんで、たまに平らなとこから打ってあげるといいかも。よいしょ、4回です。それでも1、2で当てて3で4ですね。はい、なんかすごい距離ないのに、なんか距離あるコースよりも苦労してる感じする。だから短いから簡単ってわけではないということだけちょっと覚えていてください。本当に身をもって証明しようって感じなんだ。うーわ、超綺麗。あれはなんだろう、なんて山だろうね、どっち方向なんだろう。ちょっとマップ見させてね。ちょっとこっち行くと熱海市の方。あ、そう、見えてるの川野だ。あれマップで確認しました。超綺麗だね。これすごいね。何ヤードぐらいだ。これ100、105です。打ち足入れて、でも実際130、表示はまず8番で130ヤード、パー3なんですけど、25ヤード打ち下ろしみたいな感じ。しかもちょっと上げてるんで、この高さで上げてるとどこまでちょっと風の影響来るかが微妙って感じですね。ちょっと怖いかな気はするけど、まあ手前でいいかっていう気持ちで行こうかな。はい、行きます。ピョイン。ピッチング。距離ぴったりって感じ。ナイスです。です。風が止んでてよかった。もう全然落ちてこなくて怖かったよ。ちょっと。次、今日の苦手なパターンです。ちなみにこれピンって長さ決まってるの知ってます？ピンってあの7フィート以上、まあ、2.13 メーター以上でなんかパサッとこう切った時の断面が円形じゃないとダメだよっていう一応ルールがあるの。だから極端にこんな短いピンってないでしょ。絶対そう、そういうルールが一応あるんですよ。面白いでしょ。に切れないと思うけど、ちょっと白く見えるから多分順目なんだね。にゃ、まあ、今の見ると切れないと思うんで。うわー、あー、やっぱダメだね、今日ショートパッド。はい、いいです。何なんだろうな、早いのかな、リズムが。なんか練習場みたいな感じになってる。なんかさ、なんだこれ、今まで結構狭めだったけどここはすごい開放的ね。開放的とかめっちゃ綺麗だな、これはこれまた。あ、そうだ、すごいな、これ気持ちいいな、これ。いいな、綺麗に打てれば超気持ちいいだろうな。めっちゃ見晴らしい。いや、よかった、本当天気に恵まれて。夏とかもいいかもしれないですね。結構涼しめだと思う。だって千葉が、だ今日だって千葉16とか7度とかなってんの。今ここ12とか11とかそのぐらいだから、ちょっと涼しい感じだから、風もほら海通ってくるから結構爽やかな風じゃないですか。だから割と、まあ、暑いは暑いと思うけど結構爽やかな風と共に回れるからいいんじゃないですか。あのバンカーをめがけて打っていきます。もう距離が出ないと思うけど、まあいいか。
まっすぐ飛んだ。ティーがティーがあっち行っちゃった。いいか、降りていきながら撮りますわ。93ピンまで93、風はあんまりなくてつま先上がりで左に行きやすい。で私は今日めっちゃ左行くからやっぱグリーンの真ん中だね。あんま良くないけど、まあ乗ったからいいかな。なんか今シャンク臭い当たりしたのかな。さあクライン、めっちゃ切れそう。これはね多分大丈夫。ああよかった。満タイ。3つだけど前半トータル3オーバーした。耐えてないのか。耐えたのか。耐えてない。お疲れ様でした。あ危ない。あれ移動して。はい。またのチャド。バイバイ。はい、もりちゃん前半お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。スコアが3オーバーで37かな。コースとしてはやっぱ距離短いんで、なんか割とね攻められるかなとか思いつつ、割と難しかった。まあ自分の調子がね良くなかったのもあるんですけど、にしてもやっぱいろいろ考えることが多いというか、あんま適当にこうパーンって、まあ割とプライベートでこう適当に回ることが多いんですが、まああの辺でいいやみたいなのがあんま通用しないゴルフ場だなみたいな。だから別に何だろう、短くてもすごい面白いコースではあるなっていうのが感想ですね。はい。後半はねやばいんですよ。やばい。やばい。どうやばいんですか。この後半どっかのホールに日本で一番難しいホールが。日本で一番難しい。ちょっと後ほど詳しくいきます。これ以上はあの次回にとか後半戦に。ではまた後半戦お願いします。